今大瀬港に来ています。こちらでは今は雨は降っていなくて風も吹いていません。私は1時間ほど前半ほど前にこちらに到着しまして、その時から大粒の雨が降り続いていたんですが、ちょうど10分ほど前に雨は止みました。そして海の方を見てみますと、ここから見える限りでは波涙ってはいなくて穏やかな印象です。 そしてこちら港で、普段は金曜日は漁がある日ということでこの時間帯はすでにもう水揚げが終わって競りが始まるような時間帯ということだったんですけれども今日は台風の影響で漁師さん、漁に出ていないために静まり返った港でしたそして手前、こちら船が並んでいるんですけれども先ほど、こちらにレジャーボートを止めている方が船の様子を見に来ていました。 波の影響で船が転覆したり壊れたりしないように港の奥の方に船を避難させて渓流ロープも固定を強化したと話していました。おせし徐々に警戒感が高ままっています